はい、溶解熱で吸熱を伴う反応を実演してみたいと思います。これ温度計なんですけど、温度センサー使ってもいいんですけど、温度計の方が見やすいの でこちらに冷水を用意しました。冷蔵庫で少し冷やしておいて、かなり温度低いんですけど、今何度ぐらいかって言いますと、吸熱の効果を見やすくするために書いてますけど、体積50ミリだけなんですけどね、まあ、こっちの方が見やすいかなと思います。その分ね、温度の変化が激しく観察できるということで、体積を低く抑えてます。スターラーで攪拌してるんですけど、こちらが硝酸、アンモニウムですね、15g、 15g に対して、冷水50ミリに対して 15g 入れてみます。10ミリの、50ミリの冷水に対して 15g、 ちょっと量多いね。温度ぐんぐん下がってます。マイナス9度。ビーカーの周りにですね、こう水滴がついてるんですけど、これが最終的には凍ってくるんじゃないかと思います。マイナス10度ぐらいまで下がってきたみたいですね。マイナス12度ぐらいまで来ましたかね。ちょっと室温が高いんでね、すぐ上がってきちゃう感じはあるんですけど、スターラーを止めて、はい、スタート時にですね、ちょっと水滴がここについていて、それが、冷やされて凍ってるのが分かると思います。でスターラーの間にもね、こう水滴がこう溜まって、結露で溜まってね、それが凍ってるんですけど、これを剥がす、くっついて、今こうやってくっついてるんですね、これね、これを剥がしますとベリって感じですかね。これ凍ってるのが分かるかと思うんですけど、ちょっと写しますね。はい、こんな感じですね。今凍って氷になってますね、これがね、バリバリになって、はい、溶けるとですね、熱の吸収が起こるという現象でした。ビーカーの周りの水滴ですけど、凍ってますね。